こんにちは、こんばんは、まいです。はい、前回のところで出した前撮りの時にやったメイクとあとヘアスタイルを今日は紹介したいと思います。どうぞ。やっていきます。まずは基本でもいつも私がやっているメイクとはあんまり変わんないんだけど、はい、まあ、ちょっとやっていきますね。今の状態はパックして何もしてない状態です。一回結びます。いつも、メイクする前に化粧水と乳液っていうかのニベア缶を使ってちょっと乾燥をしないようにします。こんな感じで塗ります。私はすっごい乾燥するからこれ塗るんだけど、そんなに乾燥しない方は逆にニベア塗るとよれちゃうっていう方もいるので、はい、ここは全然やってもらわなくても、お好きな自分のお気に入りのクリームで大丈夫です。はい、塗りました。こんな感じ。今はこの眉毛はもう染めてるだけです。まだ描いてないです。はい、いきます。まずコンシーラーでクマを隠してきます。私がよく使ってるのは見えるかな、キャンメイクのコンシーラーです。02 02使ってます。結構いろんなこれにしたり、あとはお試しでね、やっているのがあって、ビエミネラルのコンシーラーなんですけど、これも02だね。これは結構マットな感じで、これも好きです。お気に入り。で、これを普通になんか塗ってきます。こういう感じで。クマと鼻の周りと口、こうやって塗ります。手でやってきます。で、本来私はファンデを、まあ、ちょっとめんどくさいっていうのもあるんだけど、力っていうよりかはコンシーラーでちょっと伸ばすようにしてます。隠すところだけやってる感じです。でクマはもう本当に小さい頃からすごいのでしっかり隠してきます。こんな感じ、こんな感じです。クマを消しました。でちょっとまだ残ってるなって思うところをマットなコンシーラーでやります。ここら辺とかちょっとここら辺とか、例えばニキビとか隠しきれてないなって思うところだけやります。そんなにやんなくていいと思ってます。これはなんかちょっと叩くぐらいで、あんま伸ばしすぎず置くイメージで。はい、見えるかな、なんか初めてこういうの撮るからちゃんと一人でちゃんと撮れてるかわかんないけど、でこのなんかコンシーラー塗ってない部分にこの私の大好きなドクターエルシアのファンデを使います。これは本当に私何個もめっちゃ愛用してて、結構水分がすごいんですよ。だからなんかあんまりこうなんて言ったらいいんだろうな、乾燥しにくい。結構ファンデ塗るとなんかすごい乾燥しやすくなっちゃったりするんだけど、このドクターエルシアのファンデは肌の馴染みがすごくいいし、例えば外とかで化粧直しした時とか厚塗りにならないっていうか、二重でやっても。だから本当にコンシーラーとの部分をこう馴染ませるためぐらいにちょっと軽く置くようにしてます。で今回はその日常っていうよりかはウェディングの時のやつだから、しっかり厚塗りじゃないけど濃いめにしっかりメイクなので、このドクターエルシアの、いつもはドクターエルシアでストップなんだけど、今回に関してはちょっとドクターエルシアはちょっと潤いがあるような、なんか本当に使ってるからあれなんだけど、あ、こうやって手でやればいいのか、こうやってすごい、あ、わかんない、どうしよう。結構ファンデーションってものによるけど、ドクターエルシアは美容液成分っぽいのが入ってるから
そんなにこうマット感もないんですよ。だからちょっとこのビューミネラルのパウダーのやつを使って、なんかお粉みたいな感じのイメージでサッとやります。はい、 OK です。ちなみに私普通にいつも通りでやっちゃったけど、ベースを塗らないです。いいのか悪いのかわからないけど、私はベースを基本はあんまりちょっとめんどくさくて省いちゃいます、最近は。で、眉毛を描いてきます。これは何回か私 SNS とかでも紹介したんだけど、レブロンのあのアイブロウがすっごく私お気に入りで、私が使ってるの402なんだけど、すっごい描きやすくて、私もともとあんま眉毛をちゃんと描いたことがなかったんだけど、これと出会ってからちゃんと描くようにしてます。でこれはすごい描きやすくて、こうね形がもうなってるから、苦手な方もすごい簡単に描けます。自分の眉毛なぞるぐらいな感じで適当にこう描いて、で後ろのこのなんかブラシみたいなのでこうやってなじませると、こう一発でなんか眉毛整うから結構気に入ってます。これは最近あるとことないところが結構あって、普通の薬局とかにも今まで売ってたんですけど、こんな感じ見えるかな。はい、できました。で次シャドウを塗ってきます。でシャドウは本当にずっと愛用してるやつだから、剥げちゃったの、すっごく剥げちゃって、なんか見づらいんだけど、 RMS のアイカラーのラッキーって色なのかな。これはねちょっとすっごいなんかずっと使ってるから、すごいなんかね古いんだけど、あのねこれはすごい結構色味がめちゃくちゃ可愛くて愛用してるんですけど、こういう色本当にわかんない、こういう色です、茶色。私は基本ブラウンを使うんですけど、これはベースで目元こことここに全体的に塗ってきます。こんな感じで見えるかな、結構色つくんですよ。でなんかいい感じの色になるんだけど、上と下どっちも塗ってきます。でそれも手で全部やっちゃいます。こっち側も塗ってきます。で今回はちょっとウェディングとかで濃いめなので、いつもはこれだけの時とかもあるんですけど、ずっと使ってて、これももうブランド名見えなくなっちゃってるんだけど、これがエトボスのシャドウなんですけど、これもね超使いまくってるからなくなってるかもしれないんだけど、こういうオレンジっぽい茶色みをさっきのよりもちょっと濃いめなので、これもちょっと全体に塗ってきます。でどっちかっていうとこれはあの全体のここになじませるよりもここら辺ここの部分だけやります。で色味を強める、グラデーションみたいな感じでちょっとやります。こんな感じです。その後にビューラーをしていきます。これはもうすっごいずっと前から、もう本当にキュート時代からずっと使ってるやつで、私が結局これが一番やりやすいと思っているビューラーの種類なんだけど、これはアナセイのビューラーです。すっごくなんか私はすごくやりやすくてすごい好きです。ずっとこれなんか何回も買い直したりしてます。でビューラーのコツなんですけど、まずこうやって見えるかな、なんかさっきからずっと見えるかなって言ってる、なんかこうやってパチッてやるよりかは、ここをまず奥に置いてこうカーブをつけていく、最初徐々に上げていくイメージです。こういう風にね、でまずこういう風にやってから、ここにちょっとだけちょっと軽く力を入れて、まつげの先をちょっとクイッて丸める。でその最後にまたグイッと上げるイメージです。私の日本語がめっちゃ下手くそ、あんまパキッてせずちょっとカーブがかかるようにこういう風にやるといい感じに立ち上がります。わかるかな。基本私はブラウンを使うんだけど、メイベリンのブラウンと、これはなんかよくあるドリーピンクってやつかな、この2つを使ってます。どっちもブラウン、こっちの方がちょっと黒くはないけど、あのもうザ茶色っていう感じではないです。でこれ塗ってきます。でこの塗り方も
これをお姉ちゃんに教わったんですけど、こうやってまつげをやるときにこう自分の顔も動かしながらやるとこう伸びるっていうのこうって聞いて、そういう風にやってます。でここの先とかを使いながらやると結構ちゃんとこう束になるっていうかなって、すごいいい感じになります。こんな感じ。私は結構この後にホットビューラーも一緒に使うんだけど、じゃん、パナソニックのホットビューラーで、このねいろんな形があるんですけど、この形のホットビューラーが一番私はやりやすくて好きです。でこれで最後、この今マスカラとビューラーやった状態の中で最後ちょっと整え合わせます。はい、こっちも同じ感じでまつげをやってきます。結構ホットビューラーって例えばビューラーちょっとなんかカクってさしちゃったなとか失敗した時も修正できるから、結構ホットビューラーあると便利かも。これをこうホットビューラーで整えていきます。整える時にこう上からやった方がまた上にこうグッと上がるので、でなんかこの毛先の部分を固めるイメージ、丁寧に。で結構電池を最初の状態だと結構熱いので、それは気をつけてください。こんな感じ見えるかな、こんな感じです。この後にまつげが整ったのでホットビューラーでやった後に私は二度塗りをします。この繰り返しです。こうやってやって二度塗りして、あと下も塗ります。で最後ら辺によく私がやるのが、このここのここにこの奥の部分、この奥の部分もちょっとアイラインみたいな感じで太くこうやって塗るようにします。そうすることでこうパキって目がするので、わかるかな、こっちとこっちで、でそうしてます。で多分アイラインはって思う方もいると思うんですけど、アイラインは引くときと引かないときがあるんですけど、今回は濃いので引きます。それはまずこのビエミネラルのこれをつけて内側だけやってきます。中だけこうやって塗ってきます。で普段はあんまりラインを引かないんですけど、こういう風にやって、でこの間はこのワンデータトゥーっていうこのアイラインを使って、これも茶色でちょっとここの部分だけクイッてやります。こんな感じ。はい、ほぼほぼ完成してきてる。で今回はちょっとパーティーみたいなちょっと感じなので、この後にこうキラキラをつけてきます。でこれはネットで買ったんだけど、これのなんかラメバージョンがあるんですけど、ラメラメをマスカラとして使います。ここに塗ってきます。こんな感じ見えるかな、そう見える、こんな感じでキラキラをつけてきます。でさっきここのシャドウに茶色を塗ったんですけど、それにちょっとだけこちらを使ってこの上もちょっとだけ塗ってきます。もうこれは結構伸びるのね。なんか見えるかな、こういう色味なんだけど、これをね塗るとすっごいこうラメがすごいんですよ。これこのぐらい伸びるからちょっとだけ塗ってきます。本当にこれはもうすごいの、ラメの感じがほらすごいよね。なのでちょっとだけ塗ります。これをほんのちょっとだけ上に輝かせるぐらいにして、こんな感じです。最後はこのレブロンのハイライターの201、これもすごいいいです、私すごい好き、これを使ってきます。ここで目元のここら辺ねと最後にこれを塗って、鼻のてっぺんもしっかりここら辺塗って、最後リップを塗ります。でリップはね、多分もう売ってないと思う、ロレアルパリの私がねいつもずっと愛用してるやつで303を使ってます。
直でも全然いいんですけど、直で塗るでもなんかこういうので塗ると結構綺麗にやっぱりすごく塗れるのでおすすめです。はい、できたん。最後これはジバンシーのグロスを使ってちょっとだけここにつけます。はい、完成しました。こんな感じです。はい、次は髪の毛をセットしていきます。なんか私あの時よりもちょっとだけ髪伸びてるからニュアンスが変わってきちゃうかもしれないんですけど、あの巻き方は同じなのでちょっと紹介していきます。今はもう何もやってない状態、もう寝癖っていうかもう朝起きて何もやってない状態なんだけど、ストレートの状態からなんかクリームとかも別に特に私は塗らずにやっちゃいます。アイロンはいつもこの結構よくどこでも見かけるかもだけど、このね何センチなんだろう、真ん中だったと思う、真ん中のサイズを使ってます。最初もう基本ちょっと待って、緊張してきた。こうね、まずこうやってグイッてやって、こうちょっとボリュームを上げるんだけど、グイッてやってこう取ります。これをこういう風に全部巻いて、でいつもこうくる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 って巻く方もいると思うんですけど、今回の巻きはこうやって置いてストンって落とします。この状態にします。この状態ね。でそれも全部一緒で、今回の巻きは右と左でこう分けてもらって、こういう風にね、でこっちは全部同じ方向で巻きます。外向きかな。でこうやってね、全部中に入れてくるくるくるってやって、すごくでも簡単なんだけど、で結構なんていうんだろう、強めに巻きます。でもうパッて離すだけでも、この状態にしとく。でこれ放置です。でいうのをずっと繰り返します。結構がっつりこのぐらい取っちゃって、細かくっていうよりかは大きめの感じで量、髪の毛の量を取ってもらうのもポイントです。こっちも同じようにやってきます。でこっち側は反対側だから、こっちはこっちに、こっちも外巻き、これもで、ここの部分も前髪を一回クイッてやって、後をつけてちょっとレトロな感じの巻き方にします。こんな感じ。もうこれもこのまま置いとく。なんかすごいカメラが見せないんだけど、ここら辺とか今なんかちょっとピョンってなってるかなと思ったら、もう丸めちゃってください。こんぐらい結構ね、ぐるぐる巻きします。こんな感じ。こんな感じで巻いていきます。あとはこうもうちょっとなじませた方がいいなって思うところは、こういう風にこう微調整して、今こうやって最後ほぐします。ほぐす時に手でもこうやってやってもいいんだけど、この髪の毛の場合はブラシでやった方が綺麗にできます。でこのこういう感じでかき上げる感じでなじませていきます。すごい静電気だ、すごい乾燥してるから。はい、完成しました。
こんな感じです。こういう風になんか見づらい、ちょっとレトロな巻き方になります。私がこだわってな、この全部同じになることでこうまとまった感じの髪の毛になって、ここら辺のねカーブも上手くなるのでいい感じになじみます。でこれは普通のウェディングとかだけじゃなくても、なんか例えばこれにこうもっとこうボリュームをこう立てて、ここにね、こうやってやっても可愛いです。こんな感じで普通にもちろんこういう風に下ろすのもいい感じになるので、ぜひやってみてください。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバイ。